いや、だからこんなんただの電波。電波って言うな。次電波って言ったらマジで容赦しないから。それは一回容赦してから言ってくれ。ふん、センスのないバカはこれだから困るのよ。でも、どうしてまた曲作りなんてやってんだ？私の作ったこの曲が夏コミのテーマソングになるかもしれないわけ。あ？どうしてお前の曲がそんな大層なもんのテーマソングに？それはもしかしてニコ動で一般公募しているやつかしら。その通り！ニコ動って確かいろんな動画が配信されてるサイトだよな。ここでどうしてまた音楽なんて募集をしてるんだ？最近ではボカロやらの影響で個人が作るものでもクオリティの高い楽曲が数多く存在しているわ。おそらくそれの影響でしょうね。そんなことになってるのか。実は私もう応募しちゃったんだ。ほう。でも応募しただけだろ。別にまだ選ばれるとは。この神曲が選ばれないわけないじゃん。はあ。すごくない？やばくない？ん？ちょっと何笑ってんの？いえ、別に。あんた今私のが選ばれるわけないとか思ったでしょ。あら、自分でそんなことを言うってことは自分自身そう思っているからじゃないかしら。そんなわけないでしょ。あんた私のマルチな才能に嫉妬してんじゃないの？たとえあなたに才能があろうと、その才能にあぐらをかくようじゃ先も見えるわ。はあ？何言ってんの？まあまあ、お前ら落ち着けって。うるさい。あんたからも何か言ってやって。黒猫、とりあえずは聞いてやってくんねえか。どうしてこの私がわざわざそこまでしなくてはならないの？そこをなんとか頼むぜな。しょうがないわね。少しだけよ。私の神曲を聴け。どう？どう？私の作った曲最高でしょ？よくない？よくない？超よくない？神曲来たでしょ。あとでノートパソコンのシステム王に組み込もうかな。何よこの曲。はあ？あんた耳おかしいんじゃないの？おいおいおい、こんな場所で喧嘩はやめてくれな。あんたが入ると話ややこしくなる。黙ってて。俺間違ったこと言ったか？キリリン氏と黒猫氏のこれは痴話喧嘩のようなもの。収まりがつくまで見守っておくのが得策でござる。そうっすね。これで終わり。もうちょいくつろごうぜ。つうか打ち上げだろ。せっかく秋葉原に来たんだし、ダラダラしてるだけじゃ損じゃん。もっとショップ見て回っとかないと。キリリン氏の言う通りでござる。秋葉ならではの楽しみ方がありますからな。今回ばかりは全面同意するわ。じゃあ一丁町に繰り出すとしますか。さて、拙者は新しいゲームのラインナップを確認するでござるよ。私も行く。仕方ないわね。さて、おのおの方、今回の収穫はいかがでしたかな？まあ、いいんじゃないの？もう少し
少し回ってみたいところでもあるわね。なんたって打ち上げでござるからな。それでは次なる場所へ移動するとしますか。つうかこれっていつもの休日と変わってないんじゃないか。良いではござらぬか。結局いつもと同じが一番なのでござるよ。俺は別に構わねえんだけど、なんつうかな、まあ楽しんだもん勝ちってやつかね。こりゃあ、思い出した。急にでかい声出してどうした、忘れ物か。そうじゃなくて、シスシスはクリアしたわけ？そういや、あれは。何？やってないわけ？そうじゃねえよ。じゃあ何なの？シスシスな。あれはいいゲームだよ。やってないんだ。いや、ほら、な。信じらんない。なんでまだやってないわけ？あんたにシスシスあげてからどれだけ経ってると思ってんの？いや、ミヤビルートだけはやったぜ。あのルートは良かったな。それは一緒にやったやつじゃん。ほら、受験生だし俺。何それ、信じらんない。でもビンボリンルートこそ。いや、なんでもない。どうした？なんでもないってば。けどシスシスをやんないなんて。とにかくさ、後でちゃんとやるからさ。うるさい。つうかそもそもなんでやってないわけ。普通ミヤビルートやったら他のルートもやりたくなるでしょ。俺は普段ゲームはやんねえの、知ってるだろ。はあ、意味不明だし。